さあやっていきましょう。プロ野球チームで遊ぼうネット。どうもアザラシです。今回はですね、まあ日本シリーズで盛り上がるベイスターズ対ソフトバンクの試合の、まあ、あの仮想マッチというかね、やっていこうと思います。もしかしたらもうこの動画をね、上げる頃には決着ついてるかもしれん。ホークス対ベイスターズの試合どっちがいい？俺がベイスターズがいいか、俺がベイスターズで行こう。俺がベイスターズ、ソフトバンクの方が下克上感がある。すごいね、なんかある意味順位がベイスターズ3位だけど、こっち、あ、左から順番にソフトバンク、ライオンズという順番だったんですね。これ何年かな、1990何年、2000年かもしれんけどぐらいの年はこうだけども、その年は3位にベイスターズ。その前の年多分おそらくね、横浜優勝してますね。まあ、この年はソフトバンクが優勝してるということでね。まあ、DH、ありだね。ただし、ホームはソフトバンク。おそらく第7戦ぐらいまでもつれ込んでいることでしょう、日本シリーズ。ということでね。適当に想定してやっております。もしもこれで負けたからといってね、ソフトバンクに、浜が負けるとは限らない。1番石井拓郎、2番春、3番鈴木孝則、4番セカンドロース、ロバートロース、もう白ローズですね。最強すぎる。見てください、この打点153打点。神。で、5番に駒田、佐伯、進藤、メローニ。メローニって誰？メローニなんか使わなくていいでしょ。金城使おうや、金城。この中だったらメローニだけど、別人のすごいよね、この横浜打線。見て、2割9分2厘っていうか、そのほとんどの打者が2割9分台を、ほぼ3割のバッターがずらっと並んでるし、それでいて、かつまた守備も悪くねえというね、強すぎる。これは強いよ。駒田も守備いいしね、なんだかんだでローズも守備がいいしね。守備いまいちって、この中で守備いまいち、佐伯と鈴木孝則ぐらいなもんだよな。この佐伯のところさ、田中和則にしたらもっといいんじゃないかって言いましたけど。いや、まあ佐伯使うか。使うか。ピッチャーはもう、時代がすごいもん。全然時代が即してない。とりあえず三浦大輔使うか。好きだし、大好きだし。はい。まあ、ソフトバンクのは見れんわな。柴原、鳥越、吉中、松中、国保、城島、ニエベス、秋山、井口、若田部というね、そういうラインナップでございます。激強にしたよね。ちょっと自信ないけど、激強にしましたよ。もう一回確認。てん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 。いやー負けてないと思うね、ソフトバンク。オッケー、全然確認しなかったけど、普通にオッケー。負けてないといいね、ソフトバンク。第7戦までを僕連れ込んで、ソフトバンクというか横浜ね。日本シリーズ第2戦ではね、倉本の、補給ミスによってね、流れが一気にソフトバンクに行き、そして負けたって感じがあるけれども、まあ、きっと、ベイスターズ、地元、神奈川に戻っ、横浜に戻ったら、横浜スタジアムで3連勝ぐらい飾っているでしょう。なんとか日本シリーズ最終戦まで持ち込んで、見事この動画が上がることを、仮にもしも最終戦まで持ち込んだらこの動画上げるから。いや、最終戦やめとこう。第6戦まで持ち込んだら、撮ってなんか上げられないのも寂しい。第6戦まで持ち込んだら、この昔のね、一昔前っていうか、本当に何年かちゃんと調べた方がいいな。ちょっと待ってよ。今のは気のないスイングでした。申し訳ない。ちょっと待って、ツーストライクまで追い込まさせて。本人は何て書いてあるんだろうな。ちょっと待って。入った。追い込まれてからだけはちゃんとしとこう。何年なんだろうな。
何年なんだろうなこのデータ。ウィキペディアでも調べたらすぐ分かる、すぐ分かるんだけど、優勝決逃したか。あーちょっと遅かった。この三浦大輔やった、ボクシー 4.2 なの。セガ公式もっとプロ野球チームを作ろうコンプリートガイドっていうなんかちょっとね、ちょっと厚めの本を持ってるんですね。これを見ながら、これを見ながら一番ジャストの情報を拾っていきたい。拾わなきゃちょっと早かったな。インストライ、インストライダー、インコースしたらストライダー、フォーク、よーし、いい球、いい球。ちょっと待って、ど真ん中にストレート投げても案外ヒットにできないね。やっぱこの三浦大輔、ダメだ、ヒットにする、ツーベースになる。もっと早く走ってれば。いい。吉永怖いな。昔ね、あの何でも実況 J という言い方にね、町田うさぎ、後に町田巨人軍という、こぼスタ宮城じゃないな、その頃、まあ、あの楽天戦でね、殺が大量殺害予告をして捕まった小手半が昔南城にいたんだけどね。あ、もう吉永終わっちゃってんじゃん。その小手半が自分は吉永にだって言ってたね。自分は吉永にだって、そういう思い出が、思い出がある。うわーす、この焼きつくの動画が日本シリーズの結果を占うでしょう。もしも俺は勝つようなことがあればベイスターズは勝つ、もしもこのダイエーホークスが勝つことがあればホークスは勝つと言っても過言ではない。まあ、キャッチャー城島だからね。いや、時代感じるわ、時代感じる。この中で現役の選手って誰かいんのかな。いや、いねえな、一人も確かいないと思う。これはボテボテの当たり、取りました。二塁へ送球。セーフ。セーフ。ファーストセーフなら OK。ただの一人もいないか。ああ、いや、井口が現役だっただな。過去形だけど。井口がかろうじて現役だっただ。うん。そう思うとなんか時代感じるけど、そう思うとまだ、そうそう、そこまで古くないな。ギリギリだな、ギリギリ。外のスローカー、うますぎる、うまい、うますぎる。やって、おお、ちょ何やってんの最近、どうしたんだ最近、何のための最近。ファーストにしようか、シャバー、おっしゃい、警戒の守備ですね。セカンド柴田よりもいい守備してるかもしれない、ローズの方が。なことはね、柴田は理科大附属なんですよね、あの岡山のね。自分の今いる地元、今いるところの理科大の出身なんですね。そうすると、そう思うと柴田は結構親近感がある守備で。おっと、これは取れるぞ、取れるかい。この動画見たらベイスターズファン激怒だわ。なんかこの試合でもってホークスとベイスターズのアウト、おい、よいしょ、おい、この試合でもって占うとか言ってたのに、ベイスターズがあっさり負けちゃったら、これはもう動画見たベイスターズファン激怒だよ。ベイスターズファンの怒りを買わないためにもここは勝っておきたい。まるで俺のせいでベイスターズが負けないようになっちゃう。あ、ちょ今の球難しい。何年のこれデータなんだよ。だからさ、メローニ、何年のデータなんだろうな。2000、あ、追い込まれてる、もうダメだ。うわー、ムージョンソン、2000何年のデータなんだ。2000じゃない、2000何年って言ってる。1900かもしれない。ちょっと今調べてる、本気で調べてるんだけど、あ、もうちょっとストレートにはね若干振り遅れてしまう。これはあの
なんて言ったらいいのかな、パソコンのそのちょっと待って、サードに投げてみる。もうでも野球通ならわかるでしょ、多分きっとホークスが優勝したのが、ダイエーが優勝したのが何年かみたいなって、それじゃダメか。ちょっと待って、スマホで調べるわ。スマホで調べるわ。大英優勝って調べるわ、きっと。外のスライダー。よし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 。フォーク、決め。これフランか。まだ投げてない、チェンジアップ。いい球。大英優勝で1999年ですね。2000年代でもなかった、このゲームの。おそらく発売されてるのはまあ1999か2000年ぐらいだろうね。開幕に合わせてるから、おそらく開幕前ぐらいに出されてるんじゃないかなと思ったら、まあ、その2000年、次の1990年のデータを利用した2000年のゲームじゃないかなというふうなことが予想できます。これ1990年の大英ホークスってわざわざウィキペディアにある程度の、対中日戦4勝1敗強い。あー、この年の福岡大英ホークスは王貞治監督の5年目のシーズンであり、南海時代の1973年以来26年ぶりの13度目のリーグ優勝に輝いたシーズンであるって書いてあるね。チーム成績プレプレ、あー打線、ま、間違いない、この年だ。1番柴原、2番浜名、3番井口、4番国保、5番秋山、6番城島、7番指名打者、あ、ちょっと待って、何を、何俺は、大道、7番指名打者吉永、8番大道、9番松中、そしてっていう感じの開幕オーダーがこれ、西村起きつく。うおーすごい、78勝54敗だ、勝率5割9分1厘。うん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 、この年ですね、中日を圧倒的な強さで破ってる。個人成績とかで言えば、ちょっと待って、追い込まれてるから振るよ。だからスライダー、高めのスライダー難しいって、高めのスライダー難しいって。あー、井口と若田目と長いからすごくいい。大成績ももう恐ろしい出来事、出来事の項目何もない。よーし、まあ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 、開幕5とかチーム成績とかあるけど、なんかこの年のなんかエピソードみたいなもんねえか、出来事のところね。ちょっとこう動画がちょっとおざなりになってるね、動画がおざなりになって、これはちょっとお叱りを受けるね。開幕前のこととか、やっぱりこの荒垣をオリックスとの競合で逃すなどとかって書いてある。オリックスの競合で荒垣を逃すって書いてあるけど、結局あれだよな、オリックスに入ってるよな。これはあれか、オリックスに入んない的な、揉めた的なあれをしたのか、荒垣が。因果応報を背負ってないか、荒垣。てなことで、この試合のデータは1999年、もしくは2000年代のデータを元にしておりますですね。はい。まあ、約2000年のデータと言っていいでしょうね。2000年開幕前のデータという感じ。取れるわ、ナイス。春ってさ、なんか春の娘がアイドルかなんかしてなかった、違った、なんか娘がアイドルしてる人って結構多くない、野球選手特に、まあ、この年代の選手の娘さんは今頃アイドルになってるのが多いかもしれない。あの鞘師とかね、鞘師とか、あまり今ちょっとうろ覚えでなんか適当なことで、若田部の娘、若田部でいいかな。うわっ、うわー、これバックかな、バック正しいな。あ、ダメだ、フェン直だ、間に合う、バックホーム間に合う。よし、気合入れていくぞ、ここ大事。秋山歩かせるぐらいでもいいから。あー、よかったよかった。よし、勝つぞ、攻めて同点にする。あの、ナメプをした。若干ね。3回、4回はナメプをした。それがただ、その、スマホで調べてる時間でもって、ちょっとナメプをしたけどね。ここからが違う。
タイミングがねちょっと遅いんだよね。ストレートに対して振り遅れてしまう。ちょっと見てから振ってると、見てから振ってると多分コンマ何秒遅れてるんだと思う。だからしっかり振れてない。これぐらいのない、もうちょっと早いな、もうちょっと早い。ストレートは厳しいな。だからスライダーには振り、スライダーはちょっとねきついね。ストレートのタイミングで振ろう振ろうとしてるから、ちょっと早めに打球判断、うん、投球球の判断をして、投げる球の判断をしてストレートのタイミングで振りに行ってるから、若干スライダーが厳しい。てかまだヒットない、ヒットない感じですか。一本打てるな。ファール。松中って晩節を怪我した選手の一人だよね。まあ、言うほど晩節って言えるあれじゃないんだけど、ファーストの後レフトをしてて、うん、レフトしたり DH をしたりだけど、出場機会があんまファーストに良いんだけど、粘ってる、ネバネバしてるね。なんかその北馬とかに比べたら、あー北馬とかに比べたら松中の方がスター性あった気がするんだけどな。なんかやっぱあれかな、あの巨人に一瞬いたことがその後の北馬のキャリアになんか大きく分けたし、最後まで選手やってた選手の方が、選手やってた選手、最後まで現役やってた選手の方がなんか潔く引退した選手よりも応援したくなるけど、松中の場合はなんか最後の晩年のあたりは現役にしがみつく感じで、いまいちかっこよくなかったなって感じですよね。いい球だ。いやーサクサクいってますね。おそらく30分ぐらいでこの動画終わります。これはもうしゃあない。普通に試合を楽しんじゃってるね。やっぱ野球ゲームも楽しいね。延々と野球ゲームをやり続けたら日々があるぐらいだから、こうやってやってるだけでも結構楽しい。うわっ、振動、気を取り直して次の球、ボール。この横浜の成績で3位だったんだよね。すごい打線だと思うんだよね。いい、よくも知らないメローニがよく打ってくれてる。さあこの1点取りたいね。ヒット1本で帰ってこれるけど、バッターが谷繁ってことかな、ね、よし、これは甘いスライダーをインコースに投げてくれた。よし、テラスのない時代の福岡ドームに叩き込んだ。そうね、実際問題さ、今あの福岡ドーム、これ福岡ドームで、これ福岡ドームだけどさ、今あの前側にテラスがあるでしょ。このテラスを設けたのってさ、あの東京ドームと同じサイズにするためって言うんだよね。東京ドームと同じため、なんで東京ドームを基準にしなくちゃいけないのって気がしない？ね、東京ドームと同じ基準にしたってさ、福岡ドームはその設計基準がドームみたいなのを内側に気圧をかけるタイプじゃないから、同じにしたってダメだよな。実際問題、福岡ドームよ、うまいじゃない井口。この時代井口はショートやからね。福岡ドームを巨人の東京ドームと同じ程度にホームランの出やすい基準にしようと思ったら、東京ドームと同じじゃダメだよなって気がするよ、うん。ここでめんどくさくなってくるのがあれなんだろうね。あの統一球なんだろうね。加藤球なんだ。加藤良三がね、加藤良三があの肝入りで仕掛けた、し始めた統一球の問題を引きずるんだろうね。余裕よ。あーちょっとセカンド踏んでない。もうポーン。球場ごと特徴があるから、ホームラン出やすい出にくいなんかがあるのに、球を統一するんだ。あっちょ、ね、いい判断でした。球統一したもんだから、例えば全然球場のその質が違うのに、ちょっと
いやー、城島甘かったか今。外角低めいっぱいいっぱいのスローカーブだぞ。俺の勝負球というか、絶対三振を取りに行く球として、いつも殿下の宝刀的に使ってる。いつもって何だ、いつ行った、いつもになったんだ。そろそろ三浦大輔変えるか。三振ってファール。球のね、球のことで言えばね、球のことで言えば、よし、球場ごとサイズ、小さい球場だったら飛ばない球、大きい球場だったら飛ぶ球みたいな風にしてね、やれば、まあ、球場ごとの格差はなくなるんじゃないかと。全部同じ球場っていう条件、球は全部同じにしてさ、同じにしても同じ球場じゃないからさ、もう作っちゃったもんどうしようもないし、すごくその球場 はこうだけど、球はすぐ変えれるじゃん。でも球場は回収できんじゃん、簡単にね。だから球統一しちゃうと困る人が上位だろうなって気がするし、すごく高度の高い、例えば大リーグとかさ、標高が高いところ、ロッキーズとかね、コロラドロッキーズとか、あの辺とかの標高が高いから、どうしても気圧、大気圧の関係で球が飛びやすい飛びにくいとかあったり、乾燥してるところが飛びやすいとかあったりするわけで、そういうところを鑑みると、球は球場ごとに変えた方がいいんじゃないかな、野球的にはと思うんだけどね。球場を変えられないからね。だから結局ソフトバンクはその球場の大きさを変え、小さくした、テラスを作って小さくしたんだろうけど、それだってなんか不満が出るもんな。なんかテラスで稼いだホームランみたいなこと言われちゃうわけ。球の方が、多少この球場は飛びやすい球を使ってますとか、そんなんでもいいんだろうと思うけどな。統一する意味って果たしてあんのという。しかもその統一した結果 WBC の球とは違うっていうの、え、そりゃどうなんだと思うよね。俺も加藤良三のした全てのことが別に気に食わない、気に食わない派だから。加藤良三の全ての、例えば加藤良三がしたことのもう一つとしたことがね、 SBO 表紙ね、こういう風にさ、ダイヤモンドの中に収まるんだよ。 SB ストライク、ボール、アウトの順だとね、収まるんだ。ダイヤモンドっていうか、そのなんて言うんだ、ダイヤモンドでいいか、1、2、3塁本塁のダイヤモンドの中に収まるんだけど、加藤良三はね、ボールストライクアウトっていうね、あのいわゆるメジャーとか国際大会、ちょっとやばい、これはまずい、ランニングホームランある、ランニングホームランって、こう見るとこう考えるとなかなか怒らんなベース並みの守備をしてしまった。ここ本気で抑えに行くぞ、柴原怖いけど本気で抑えに行く。どこがいい、スローカーブ怖いな、チェンジアップ外、外角、うわー、前か後ろか、前か、前だ、前、よし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 、おお、代打の切り札、大道に後に巨人で結構活躍したよね。めちゃめちゃこのさ、グリップをこの、あの余してさ、でっかい体格なんだけど、グリップを余した、なんかこうかなり窮屈な感じのバッティングフォームなんだよ。あれ特徴的だったな。真似した人はまあかっこ悪くて、だけど、あの記憶には鮮明に残ってるな、大体の神様でも。でも巨人にはそこまで活躍せんかったんじゃなかったかな。大道歩かしましょう、怖すぎます。吉永のところで左ピッチャーの中継ぎが欲しいけど、左この森中ってやつしかいねえか、もしかして。あ、阿波野がいる。阿波野は中継ぎで使っていいのか。いや怖いな、これ。阿波野行こうか。阿波野行こう。ピッチャー、阿波野秀幸。よし。これがあの、インターネットを見始めた子。なんか、ソフトバンクじゃない、すごいね。横浜のなんか、サイトがあって。横浜ベイスターズだみたいな感じの。なんか真っ青な感じのホームページをよく見ていた。
ピッチャー、阿波野とかさ、なんか阿波野にするだけでダメみたいな感じの。ペトラザ、せめて最終回同点に追いついてハラハラドキドキな展開にしたいですね。あ、今のは打てたよ。ペトラザもチェンジアップとスライダー、ここ見りゃ分かるけど、しかないんだね、球種が。うわ、入ってる。チェンジアップとスライダーの2球種しかない。絞れば打てそう。2球種っていうか3球種か、ストレートと含めた。あ、これは打てたよ。今のはちょっと、もうちょっと、もうちょっと高めのスイングですよ。これはね、コース高め。あ、難しい。あの高めのストライク、ストレートを振った後だから、外のスライダーについてやっぱ目がちょっとこうあっちいっちゃうね。インコース低めのスクリューを投げたけど、これ打たれるかな。スリーベースいく？さすがに知らない。ピッチャー変えよう。いや、あの大魔神高木いないからな。高木じゃない、大魔神高木って誰だよ。大魔神佐々木がいないから岸しかあってね。島田直也、この島田直也すごい、スライダーがすごい。歩かしたいな、ちょっと半端な半端な勝負をしてるかな。やっぱりよし、ニエベス、あ、城島か。歩かした方がいいくない？そんな、そんな甘ったれたプレイは見たくない。よし、勝負した結果。さあ、最終回2点差。ベイスターズ、勝てるのか。レフトに村松、守備のスペシャリストというか、足のスペシャリストだな。後にオリックスに移籍した気がする。チータクロー1番、絶好のチャンス。セーフティーバント、うん、ストレート1本。よしよし、次なんだろう、チェンジアップかな、スライダー、次なんだろう、ストレート、インコースのストレートを踏んどく。違う、インコースのチェンジアップ。こうなると外のスライダーじゃないか。コンピューターと読み合いしてもしょうがないんだけど、チェンジアップ、うーん、難しいな。チェンジアップを多投してるな。ああ、それはもうダメだ。ストレート低めはダメだよ。読みすぎるとごちゃごちゃ。ったんじゃないか。横浜ベイスターズファンの皆さん、横浜 DeNA ベイスターズファンの皆さん、ホームラン打ちましたよ。これで横浜の勝ちがね、景気がつくんじゃないでしょうか。白がつくじゃねえか、白車がかかる。もう鈴木貴則もいいバッターだったよ。2年連続首位打者かなんか取ってなかった。その後本当にもうなぜかバッティングの全てが分からなくなったような感じで、クソみたいなスイングして凡退する守備の下手な選手みたいになってる。いいよこれ。あ、なんかすごい天才的なバッティングした時期がある。でもなんか万歳してる動画とかよくイメージだね。ローズホームランあるぞ。うわうわ、いや、ちょっとでもそれが入ってるな今の。駒田、これは駒田紀弘っていうのかな、特攻徳島県と広島県みたいな、ね、徳島広島、日本島がつく県って徳島と広島と福島だけかな。福島紀弘みたいな名前にしたらすごくそう、福島じゃないな、福島じゃない、島をコンプリートしたような名前にできそう。福岡
熊本、大分、長崎、鹿児島、あ、鹿児島からじゃん。走れ、これもうさよならでしょう。感じとしては動画もう30分撮ってるぞ。30分撮っちゃってるぞ。こんな長い動画見てくれる人いないよ。ひたすらただこう俺が好きにただ実況っていうか、その野球ゲームやってるだけだよ。これじゃ盛り上がるところが、あーちょっと待ってくれ。佐伯頑張れ、走れ佐伯。サード生かしちゃダメ。これさよならあるぞ。井口、来季からロッテの監督にもなるという井口、現役引退井口、うおー井口でさようなら。井口でさようなら。すまん、ベイスターズファンの皆さん、横浜負けます。ほなまた。